ようこそサウンドデザインラボへ DK です。今回はバンドマンの悩みを解決、家用練習機材はどれがいい、やっていきたいと思います。今回の解説のポイントは3つ。1つは今回の企画の趣旨で、もう1つは候補は何がある、そしてあと1つはどれが一番いいの。先日ヤマハからタク松本モデルの THR が発売されましたね。それを見てて、そういえば家用の練習機材ってどれがいいですかって質問を多くいただくなーっていうことを思い出したんですけど、皆さんもこれ結構困ってるんじゃないですか。ということで今回はバンドマンの家用練習機材はどれがいいのか、様々な角度から徹底的に解説していこうと思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。またこのチャンネルでは機材の使い方や音作りに役立つ情報もたくさん配信してますので、気になった方はぜひ今のうちにチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ではまずはこちら。まずは今回の企画の趣旨から解説します。まずこの家用練習機材って何がいいですかって話なんですけど、よくよく聞いてみると主に2つの目的があることが多いようです。その一つは賃貸などあまり大きい音が出せない状況でアンプを通して練習がしたいっていう場合と、もう一つは家で実践用の音作りをする場合何を選んだらいいのかって話で、これまで音作りやエフェクターの使い方を解説してきた当チャンネルには特に後者の質問が多く寄せられますと聞くと、経験豊富な方は家で実践用の音作りするの無理じゃねって思うかもしれないんですけど、今技術の進歩で様々な機材があるんでできる可能性はあるかもしれません。あと昨今無視できないのが、楽器は弾くけどバンドをやるつもりはなく家で一人演奏を楽しむ方の存在です。一昔前はギターやベースをやる場合バンドを組むのが当たり前みたいな風潮がありましたが、今ではこういう方も多くいて、各メーカーはそういった方向けの機能を搭載することも多くなってます。しかもそういう場合でも一人で弾くからって適当な音は嫌だ、なんなら憧れのアーティストと同じ音を出したいって方も多くいて、ボード制作依頼でバンド活動の有無を尋ねると、バンドはやらないけどガチなボード組みたいって答えが返ってくることも多くあります。ということで今回の動画では、バンドをやってる方もそうでない方も自宅で演奏する際どんな機材を選べば納得いく音でプレイできるか、そのあたりにフォーカスして機材を選んでいきたいと思います。ではそんな要望に応える機材の候補も見ていきましょう。続いてはこちら。続いては練習用機材の候補を解説します。候補一つ目は小型のアンプです。これどこまでを小型とするかも大事なんで、今回は 30W 以内のアンプとします。こちらは現在ボリュームと3バンド EQ だけついたいかにもアンプって感じのものから、小型ながらマルチエフェクター搭載のものまでいろいろありますよね。続いて候補2つ目は大型のアンプです。こちらはフルチューブのスタックアンプや皆さんがよくスタジオで使うであろう JC120 なども候補に入ります。中にはそんなアンプ家で使うやついないよって思う方もいると思うんですけど、これが結構いるんですよね。今はアテネーターも進化してるし、 DK の実家ってすごい田舎町なんですけど、実家だと昼間ならそれなりの音量で鳴らしてもまあ怒られないかなって感じなんですよね。田舎に住んでる方なら今確かにと思ってくれてると思うんですけど、なので候補から外すわけにはいきません。次に候補3つ目はマルチエフェクターです。これはマルチといっても今いろんな機種があるんで、候補はマルチストンプから H9T といったところでしょうか。金額とかアンプシミュレーターの有無は関係なく、マルチに分類されるものはここに入れたいと思います。その観点で言うと HX ストンプもここですね。続いて候補4つ目はオールインワン機種です。こちらはマルチには分類せず、ケンパーや XFX、クワッドコーテックスなど以前の動画でオールインワン機種として挙げたものをここに入れたいと思います。そして最後5つ目はオーディオインターフェースです。こちらは現在いろんな機材にこの機能が入ってたりしますが、今回はそういったものは含めずオーディオインターフェース単体の機種をここに入れたいと思います。とここまで今回取り上げる家での練習用機材を見てきたんですけど、皆さんはどれがいいと思いましたか。というか今どれ使ってますか。ではこの中で一番どれが家での練習に向いてるのかを見ていきましょう。最後はこちら。最後はどの機材が一番家での練習に向いてるのか、 DK の経験をもとに独断と偏見で決めていきたいと思います。家用の練習機材はどれがいいのか、結論から言えば小型アンプ一択です。異論は認めますが、できればあんまり認めたくない。なぜ小型アンプ一択になるかというと、一番の理由は音を鳴らすまでの工程が一番少ないからです。実際アンプにギターを挿して電源を入れれば音は鳴るんで、めちゃくちゃ簡単ですよね。これなんだそれくらいのことかって思った方もいると思うんですけど、実は非常に大事なことで、今 DK の自宅って今回の候補が全部揃ってるし、どれもそれなりには扱ってきたんですけど、音を鳴らすまでの工程が多いとその機材家では使わなくなるんですよね。
これは以前 THR を修理した動画でも軽く話したんですけど、そもそも THR を買ったのも買ってきたペダルとかを簡易テストするためで、こういう時音を鳴らすまでの工程が多いと試すのもなかなか億劫になります。というと、実践向けの音作りをしたいときは小型アンプじゃ物足りないだろうとか、俺はいろんなエフェクトを細かく設定して弾きたいんだよって声も聞こえてきそうなんですけど、それはね、ある程度割り切ってもらった方がいいかなと思ってます。というのが、実際実践向けの音作りって家じゃできないんですよ。これは技術がさらに進歩しても無理だと思うんですけど、なぜできないかというと、家と実践じゃ圧倒的な音量差があるからです。そもそも今回の企画は集合住宅で大きい音が出せない場合も想定してるじゃないですか。この音量差って現場で微調整すればいいって程度の話ではなく、音の聞こえ方がまるっきり変わるくらい違いが出ることがあるんで、家で作り込もうとするのは無理があると思うんですよね。なので周りのバンドマンたちは新しいペダルを追加したりボードを組み直した際、音作りのために個人練でスタジオに入ることも多いです。となると、家での音作りは最初から割り切って、家練習は家練習と分けて考えた方がいいと思います。あと、いろんな音を細かく調整して練習したいって話に関しては、マルチを使うと安価で行うことができるんで、アンプよりもマルチの方がいいだろうって意見もあると思うんですけど、結局マルチにしてもオールインワンにしてもどう出力するかが問題になってくるんですよね。この時マルチ主体で考えると小型アンプに挿して使うのが一般的かなと思うんですけど、そうすると結局小型アンプが必要だし、あとはマルチに内蔵されているオーディオインターフェース機能を使う方法もあると思うんですけど、これだと PC につないで DAW を立ち上げてっていうのが毎回だとかなりの手間になるんですよね。それともう一つ、最近のマルチってヘッドホン端子がついてるんで、そこに挿して使うっていう方法もあると思うんですけど、これだと音はある程度満足できるかなと思うものの、実践向けの音を作るっていう観点で言うとあまり向いてはいません。というのが、イヤホンやヘッドホンにもやっぱり癖ってのがあるんですよね。例えばレコーディングで定番のソニー CD900ST なんかだと結構フラットな音で聞けるんですけど、 DK が DJ するときに使ってるモニターヘッドホンだとこういうのに比べて出すぎって思うくらい低音が効くんで、そのまま実践で使うっていうのがより難しくなるし、そういうのを避けるためにもイヤホンもそれなりのものを使う必要が出てきます。これはオールインワン機種も同じで、インターフェースとかイヤホンで使うっていうのはなかなかおすすめとはいきません。それともう一つ、質問をいただくときの要望みたいなのがあって、それはあまり機材にお金をかけられないから外でも家でも使える機材がいいってことなんですけど、その観点で言うとマルチは結構いい選択だと思います。ただね、マルチもピンキリなんで、実践と併用ってことを考えると思い切ってオールインワンにした方が違和感は少ないような気がします。なので、家と外を両立したいって気持ちは痛いほどわかるんですよ。DK もそれでいろいろ買い揃えて今みたいになってるんですけど、いろいろやってみた結果両立は難しいなって結論になったんで、もう分けて考えて家では小型アンプを使うのがいいんじゃないかなと思います。小型アンプもね、今は音もかなり良くなってて、タクモデルの THR も音質とか音の再現性とか評価は上々だし、まあ THR をライブで使うとなるとスピーカーとかの関係で難しくはあるんですけど、家で楽しく弾く分には十分なんじゃないかなと思うんですよね。あと 30W って出力不足に感じる方もいるかもしれないんですけど、実際のところ一般的な大きさの箱だとアンプは 30W もあれば十分って言われてるんで、出力に関しても申し分ないと思います。それともう一つ、ボスの刀ヘッドなんかもね、音の好みはあれどスピーカーに繋がなくてもヘッド内蔵のスピーカーで 30W の出力に対応してるし、価格もそこまで高くない上に、なんなら実践でバリバリ使ってる方も DK の間近にいるんで、やっぱりなんだかんだ小型アンプが一番なんじゃないかなと思います。さて、今回の動画いかがだったでしょうか。今回はバンドマンのための自宅用練習機材を解説してきました。まあ、バンドマンと港区女子はわがままだと相場は決まってるんでね、家と外を一つの機材で両立したいとかそう思ってた時期が DK にもあったんですけど、結局やってみたところ音量差って超えられなかったし、慣れてくると小型アンプを使って微調整すれば実践で使えるくらい音を追い込むこともできるようになるんで、ぜひ皆さんもこの動画を参考に家での練習は小型アンプを使ってみてください。では、この動画が面白かったよとか参考になったよとか、なるほど、 DK さんもそうやって苦労してきたんですね。使ってない機材の処分も大変でしょ、全部無料で引き取りますよと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録と高評価、 X のフォローもお願いします。動画作りの励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。